パート29。あと2、3パートで終わりじゃないですかね。やりますか。再開。こいつらの最後か。ペルソナっていうのは、アニマとアニムスを管理するような部品のことですね。もう一回一つになるかみたいな話をしてる。ゲームプレイ途中はメモリーカードを抜かないでください。注意書きに書いてあるだろう。カレルレ。ワイルドなやつだ。ワイルドだろう。ゲーティアの木鍵を発動させたんで、もう用済みだということですね。カレルレン的にはまあ、こいつら別に、どうでもいい存在、鍵だけ起動してもらえば、カインは私の生涯。そのために作り育てたカインのコピー。ラムサスに殺させたと、カインを。権力なさには興味がない。まあ利用してたんですね、カレルレンは。このガズル法院たちを。神になれるのだぞ。神になんかなれねえんだよ、バカが。おがましいことを言う。委ねるだけと母の意思に反する。これミャンのことでもあるし、あ、もう一人の家族っていうのはまあミャンのことだね。神の復活。 ちょっとハゲてるとややこしいな。神の復活ってリアップですか。遺伝子の中に息づいている。これは、この同調者が、人の中にも出てきたと、いうことですよね。なんで、こいつらはいらないと。そもそもバルトとかがいれば、バルトとかの遺伝子というか、因子があれば、いいらしい。箱舟計画、プロジェクトノア。単語出てきすぎだから、この辺、本当は。まあ、用済みってことですね。早いこと言えば。カレルレンのナノマシンとかの技術とか、人類の進化によって、こいつは用済みになったと。お前らがいなくても、デウスは復活できるよってことで、起動中にメモリーカードを抜くという。PS1 ではやってはならない。ソフィアをこれで。このね、カレルレンの理由自体もかなり、面白いんですけどね。まあ、これは後で。無力。俺は、無力な俺は。かまいたちの俺だったら選択肢が出るとこだもん。バナナの手品を応用するわ、みたいな。どこなんだよ、ここ。そこって。ちょ、待って待って、今、え？そりゃそうだよ。勝てるわけ。ゲームというシステムに、なのに、システムに負けてる俺たちは。違うな。重い。思いが強い方が勝ったと。ちょっと待て。やばい、もう全然話聞く気がない。なんか、すごいもう、誤解されたまま進んでる。俺は、今日から、メルカバーの建造に着手。2週間後か。2週間でこんなもんできるんだ。天使の像じゃん。天使の像でしたっけ。片翼の天使。カレルレン作っぽいな、この辺って。
相当未練たらたらの感じで。さて装備を整えようか。はい、2連戦ですね、次も。なので装備を整えてまして、レイはスピードシューズとバイアナカシ、これアイテムゲットにいるんで、ダイエテル石積んでって感じですね。あとはみんなエーテルを積んでて、ギアもエーテルですね。お、自動かと思った。待ちわびたぞフェイ。貴様さえいなければ。ピョン吉かお前。これカレルレンが乗ってたギアバーラーですね。ラムササは全部乗れるからね、ギアバーラー乗れると。上は偉そうにしてて、ごっつんごっつんやってる。ラムサス出世の秘密ですね。このリアクターの中にいるのがラムサスだな。で、謎の女性、お前の体は古くなっていた。カレンでピンとくる人は多分いると思うな、この時点で。ラメセス認識コードだったんですね、さっきラメセスって言ってたの。さっき言ってもパート1個パート前だけど。うん、固着するまでは常人の倍の速さだ。精神のコントロールが難しい。精神をコントロールさせるためにこれから種をまくから、こいつらが。伏せましょう。今年で4歳になる。接触者に間違いない。これがフェイの母親ですね、カレン。フェイと同時にエリーも生まれたという、どっかにね。ならばこいつはゴミだ。わざと聞かせてる。ゴミね。一芝居打ったんかな、俺。追いかけなさい、坊や。まあ、この時から、フェイに対する憎しみを植え付けられていたと。あえてね。ラムサスの生い立ちについてざっくりと解説してみましょう。ラムサスは天帝のコピーとして作られた人工生命体で、その時の識別コードが080891ラメセスと言います。そしてこのラメセスは人の形をなす前に廃棄物処理場へ捨てられてしまうと。ここからゴミという、ニックネームが来てるわけなんですね。捨てられた後、廃棄物処理場に来たベッカー少年を殺害して融合。その後はベッカー少年としてユーゲントに入っていきました。なので外見は天帝とベッカー少年を2で割った感じの顔になっているらしいですけども。さて本編では本当異常なほどフェイに対して異常な執着を見せているラムサスなんですけども、これはミャンとカレルレンによる感情操作によるものだったんですね。ミャンとかカレルレンによってフェイのせいでお前はそういう風に地位が低いんだとか捨てられたんだという風に思い込まされていましたけども、実際にはフェイとは全く無関係ですね。こういう風にフェイに対して嫉妬や憎悪などの感情を向かわせることによって、それを一気に天帝の方に向かわせようと。フェイには勝てないのは天帝がいるからだ、オリジナルじゃないからなんだということで。実際オリジナルである天帝の力は結構すごくて、コピーであるラムサスが異常なほど思いを集中させないと天帝を手にかけることはできなかったと。しかもこれでも前世紀からかなり弱まった状態ですから、まあ、初期の天帝の力っていうのはすごかったんですね。あんな肉片の頃から廃棄処分とされたのだ。
あれ、他の人はどこ行った？危ないと感じたら逃げろってことで逃げたのか。いや、あの子たちが逃げるはずがないよね。本身のためを思えばこそ。俺には俺しかない。俺は俺だとしかやられない。もうダメだこいつは。こうなったらダメだな。もう江頭みたいなポーズしたけど、さて、アンフィスバエ、アンフィスバエナ戦、入滅第三波動で全員ヒットポイントが1にされますので、そんなもことはね、まあ、関係ないですよ別に。知ったこっちゃねえよ。殺すだけです。こっちゃねえという感じですね。でこれ次のターン動かないんで、ラムセスは多分ヒットポイントは3万だったかな。なんでほぼこれで、あれみたいな感じになってる。これの村人の方いけい。ああ、めっちゃ効く。これで終わりかな。親父砲だー。お疲れ様でした。やはりゴミ。やはりゴミよ。レベルアップな。エーテル、うそー。何回こいつ1にする気だ。もう1なんだけど。バーン。来いよ。エーテル、ああいいね。女神の気合、気合を入れるな女神が。金色の闘技、これも必須ですよコンパニー。飛んでいった。飛んでいったな。ちょうどいい穴が開いたような。これはこれはじゃないよ。先にラムザスの穴の方に注目するな。穴の方に。ガン虫だもんな、もうラムザスのこと。存在がないものとして。ああ、ここでラムザスが生まれたんだね。ここだったんだ。メルカバーはじゃああったってことか。地下にあったんだろうな。あれはエリー。貼り付けにするのが趣味らしいです、どうやら。カレルレンとミャンはね、エリー、ふざけるな。俺たちはここで終わるのだから。出た、ミャンのギャバラですね。こっちはヒットポイント1の状態で戦わないといけないんですけど、2ターン猶予があるんですね。なのでもう質終わりですよこれ。2万5000なんでヒットポイントが。で向こう2ターン置かないと。2ターンも置かなかったら致命的だよお前。致命傷だよそれ。そんな隙を与えると俺は見逃さんぞ。防御力がアップ、うるせえよ。
よいしょー。重みタックルだよ。はい、終わりました。キュイーン。ママの苦しみを味わうがいい。キュイーン。あら、強いわね。お前が弱すぎんだよ。ということで、お、レベルが上がらない。ありがとうございます。処刑包囲、包囲、寒い、包囲。これもコンプ必須ですね。さて、こっからいろいろ真実がね、ベラベラと明かされますね。ふふ。もう一度最初からよ。そのナノマシーン積んでるから、自己修復するんですよね。こいつらは。通常の攻撃は無、原子にまで、マジか。目覚めの時が始まるわ。うっ。引き裂かれる。あの物体が、ああ、デウス、さっきあのマーノンでいた胎児が、胎児の状態が眉になって、今エネルギーを吸収して蓄えてるという感じですね。アニマの器、デウスに取り込まれるのか。リコのアニマの器は未使用なんですけど、ちょっと地味にシタン先生の未使用なんだけど、サラのアニマの器は真っさらな、使ってくれ。まるで死んでしまったみたい。アニマスを置いてペルソナへと帰る。うん、紙の部品なのだ。今のでアニマの器と人間の、まあアニムスのね、アニムスセットがペルソナと呼ばれてましたけど、これを吸収したことによってデウスが完全復活と。そんなことって、なかなかバーラも死んだ。そうですね、散り散りになった部品たちが今集まって完全復活だみたいな感じが、丹精込めて育てた人の収穫時期です。ラムサス、貴様か、何をしてるの。カール、家ゴミ、別名ゴミ。それでは俺は。天体関与を消すこと。人にこだわり。ああ。使命を忘れ。いや。そういうことじゃないんだよ。精神を一点に集中させる必要があった。なるほど。レイヤーの憎しみを抱かせることで一心に向けさせたと。ゴミはゴミらしく、このままから退場なさい。ふふふ。あのために生きてきた。愚かな生命よ。やばいな。吸収してあげる。ザク。ミャンを殺すこともこれねえねえ、これね、よくできてるよな。これでミャンが転生するわけ。ああ、ここまでシナリオ通りなのかね。ってことは、こ
こ含めてってことなんだな。まあ、枯れる蓮はもうどっちみちどうでもいいやと思ってたろう。ああ、いやもう、恋人同士だったわけですからね。なんか父との距離があるんだけど、父。距離の遠さがあるんだけど。なんかラムサスのこと、無視がすごいわ、ラムサス。あ、ヘリ、何を。瞬時にビリーの銃を抜き取って。あ、バスト86。ここ、はい、ここ、はい、サムネ。怖いな、ここ本当。この辺柵がいいな。あれ今一瞬ラムサス上向いてなかった。チラッと見てた。何が起きたんで。僕の銃でどうしてしまったんですか、エリー。うん、エメラダと同じような体になってるんですね、今カレルレンの体は。すべての人の母。真実明かされすぎだから、ここちょっと、うん、全て教えてあげる。ここから語られる真相が結構わかりづらいので、ざっくりと解説していきましょう。まずはオープニングの解説から振り返ってみますか。まず地球でゾハルというすごいものが発掘されました。ゾハルは不思議な力で無尽蔵でとてつもない量のエネルギーを出力するものであると。そこから長い時が流れて人類は宇宙に住んでおり、しかも星同士で戦争するようになっていました。そこで作られ始めたのがデウスという、まあ、すごい兵器ですね。自分の意思を持って自動で惑星を滅ぼしていく兵器なんですね、これは。ですがデウスは実験途中で暴走、惑星を一つ吹っ飛ばしてしまったと。これは危険だということで、暴走の原因を調べるために別の場所へ移送している船がオープニングのエルドリッジですね。ところが移送中にデウスは抵抗、艦長のナイスの判断によって船が大破して、この星にデウスとエルドリッジが落ちたのでした。このデウスという兵器、大きく3つの要素で構成されています。1つ目はデウスの本体、マハノに出てきたやつですね。目の前に眉っぽくいるやつってことですね。2つ目が動力源であるゾハル。3つ目はゼウス本体を制御する脳みその部分、生体電脳カドモニという部分ですね。この生体電脳カドモニも割と複雑なんですけども、とりあえず押さえておけばいいのはこの3つの部品です。ペルソナ、アニムス、アニマというもので、ペルソナはアニムスとアニマっていう部品を維持管理するためのもので、人型の生き物が部品として使われています。アニマはアニマの器のことですね。墜落時に世界に散り散りになってしまいました。そしてアニムスです。デウスがこの星に墜落した直後、カドモニはデウスを復活させようというふうに目論むわけですね。そこでカドモニの自分の一部であるこのアニムスを使って天帝サロニガゼル法院を生み出しました。パート2のムービーで12人の人影が見えると思うんですけど、あれはアニムスがガゼル法院に変化したものであると。そして天帝とガゼル法院に与えられたミッションは、大破してしまったデウスを復活させることで、デウスはその大半が生体部品だったので、それを補うための生きた部品が必要だと。そこでガゼル法院たちは人を大量に作ったわけですね。しかも今度こそ完璧なデウスを作り上げたかったんで、人に対して厳選に厳選を重ねて長い時間をかけていいパーツを育てていったわけですね。そして今人は完璧に成長して部品として収穫時期に来たと。アニムス、アニマの器も同調済みで全部集まり、これを取り込むことによってデウスが完全復活するぞというシーンがここの部分になります。ミョン、デウスの代弁者、満たされたのが私なのよ。ミャンの説明も入りますね、ここから。
はい、ではここでミャンとは何かざっくり説明してみましょう。ミャンっていうのはざっくり言えばガゼル法院とはカインの管理者みたいなものです。デウスを復活させるっていう一大プロジェクトのマネージャーであると。デウスが墜落した後、カダモニの人型パーツであるペルソナというものから出てきたのがオリジナルのミャンですね。オープニングのムービーで裸の女性が立ってたと思うんですけど、あれがオリジナルのミャンです。オリジナルミャンはアニムスから天帝やガゼル法院たちを作った後、また生体児プラントに戻ると。その時2体のコピーを生み出します。そのうちのコピーの1人がミャンなんですね。で、今死んでしまったミャンですが、実はこれ998代目のミャンなんですね。全ての女性にはミャン因子というものを持っていて、女性であれば誰しもがミャンになり得ると。先代のミャンが死ぬたびに次の女性がランダムに選ばれてミャンとして覚醒します。その時元あった人格は封印されて、ミャンとしての記憶が全て引き継がれて、デウス復活プロジェクトをまた管理していくと。ついさっきミャンが死んでエリーの顔や髪の色が変化したのは、エリーが次のミャンに選ばれて覚醒したからなんですね。ちなみに先ほどランサスが殺したミャンなんですけども、実は付き合い始めた当初っていうのはまだただの少女で、ミャンとして覚醒していませんでした。なので普通に恋人として付き合っていたと。そういうことを踏まえると、このラムサスが死んだ後にミャンをずっと見つめているシーン、これがまた味わい深いと。真の母っていうのが今このエリーのことだね。安らかな目覚めを。エリー、システムを解放しちゃいけない。でまず脱出だ。ギアバーラー動かないんじゃないっけ。誰かのギアに相乗りで。メルカバ起動。終わった。サウンドノベル失敗したようだ。選択肢に失敗した。バッドエンドということで。